ジェームズ・ブリテンジェームズ・ブリテンはイギリスの植物学者であるチェルシーに生まれた家庭教師の教育を受け1865年にハイウィカムで医師として働き始めた植物学に興味を持ち1863年に植物雑誌ジャーナル・オブ・ボタニーに論文を寄稿した1869年に王立植物園の標本館の助手になり 1871年から大英博物館の植物部門で働き始め、1909年に引退するまで40年近く働いた。ダニエル・オリバーが編集した熱帯アフリカの植物の弁慶創化の賞の執筆を担当した。1879年からヘンリー・トリメンの後を継いでジャーナル・オブ・ボタニーの編集者となり、没するまで編集を続けた。 弁慶草化のカランコエ属の種などの多くの植物の記載を行った。20代の初めにカトリック改宗し、カトリック心理協会で熱心に活動した。ブリテンは植物の学名で命名者を示す場合に、ジェームズ・ブリテンを示すのに使われる。Britain, org, UK, ab ブリテン、ジェームズ .meiosis.org,uk, ハット ab ロバート・ザンダー。 フリッツインカ、ギュンター・ブーハイム、ジークムント・セイブルド、ハンドワーターバッチでアップフロン・ゼナマン・シュトッドガルト、ウルマー・バーラグ、ISBN3 から80015042五、ありがとうございます。